Hey guys, I'm Yuta Takenaga from Japan. I'm at Haru! ということでですね、はい、皆さんどうも竹中雄大です。はい、ということですね、ハリウッドに来ております。はい、何をするかということなんですけれども、タイトルの通りなんですけどね、アメリカの地下鉄のホームで路上ライブしてみたという。これはイエーイで大丈夫ですか？イエーイで大丈夫です。ご存知の方もきっとおられるかもしれないですけれども、はい、まあ、アメリカの地下鉄はできるだけ観光客は乗らないようにと言われてます。はい、結構有名です。でなぜかというとですね、結構治安が悪いです。ホームレスとか薬物中毒者の人とかが結構多かったりとかっていうので、あまりこう近寄らないようにと。で、僕一回だけ6年前ぐらいにアメリカ来た時に、興味本位で地下鉄乗ってみようかなと思って乗ってみたんですよ。本日はもう電車の中でホームレスみたいな人がもうバナナ一人ずつに売ってくるんですよ。バナナどうですかみたいなとか、あと靴下どうですかみたいな。だからまあ怖いというよりかはなんかやべえなみたいな、やばいなこれみたいな感じだったんですけど、ね、スラムとまではいかないですけれども、若干治安の悪いそういう地下鉄のホームでもう日本人がこうやって路上ライブをしたら、まあ、どんな反応するのかって、確かにそこのところちょっと、まあ、調査というか、まあ、見ていきたいなと思います。はい、じゃあ行ってみましょうか。早速行きましょう。地下鉄の方で、はい、行きましょう。はい、ということでここも着きました。はい、ロサンゼルスハリウッドの、地下鉄の入り口ということで、その前にですね、紹介します。アメリカ編準レギュラーの周知です。はい、アメリカ編準レギュラーで、ね、まあ、何本か出演してもらってるんで、はい、もちろん時系列バラバラですけど、しゅんくんですからね、皆さんよろしくお願いします。はい、こっち在住のね、もう6年住んでます、友達ということで。はい、で、しゅんくん結構いろいろ教えてくれてるんで、このね、カルチャーみたいなもの。で、ここはなんて駅なんですか？ハリウッドにあるハイランドステーションだよね。ステーションになります。はいはい、さっきしゅんくん言ってたけど、ニューヨークとかやったら地下鉄でのパフォーマンスみたいなのが結構主流というか、うん、結構あるらしいです。ニューヨークとかの地下鉄は治安もいいよ。ニューヨークの場合は車乗っていうよりは電車の方が主流だったんですよ。そうなんや。 LA とかはそんなに電車乗らない。そうですね、まだ、電車自体の環境が整ってないんで。へえ、まあ、やっぱ仕事で使う地下も結構いるんで、日本の電車みたいに、はいはい、パンパンだったり、はいはい、でも日本じゃ考えられん。だって普通日本はもう電車移動なんか主流やん。そうですか。急に人がやっぱり少なくなった。なあ、なんか急にさっきまでくっそがましかったのに、これエレベーター2個目を今降りたらなんか人の気配が無えだ。マジなんか急に雰囲気変わった。マジで急に雰囲気変わった。同じハリウッドやの。今日ね、めちゃめちゃ派手な格好やったらちょっとなんか変に目つくりたら嫌やなって。今日はもう全身ネズミ色あで、ちなみになんですけどこれホーム、これくぐるんですけど、改札、うん、これカードがいるんやね。なんかそのイコカとかスイカとかパスモみたいな。でそれを買わないといけないんですよ。でそれ買いますわ、うん、タップカードね。そうこれ買いましょう。じゃあこれで2つ合わせて 3.75 ドルということでね、はいはい、カードが2ドルの電車乗るのが 1.75 ドル。はいはいはい。じゃあこれ買います。はい、ということで無事ゲットしました、タップカード。でこれね、俺ね6年前ぐらい乗った時に買ったんですけど、これ多分ずっと使えるんやんね。そうですね。そうだから持ってくるの忘れたんやん。だからもう一回買いましたけどね。じゃあこれちょっとこれでね入っていきたいと思います。はい、改札くぐっていきたいと思います。これカットしたんやね。そうですね。じゃあみんなまたね。いや頑張ってください。頑張るわ。ありがとうございました。ありがとう。はい、ということでさっきの茶番を置いといて、ね、はい、無事みんな改札をくぐり抜けたということで、はい、ちょっとホームまで行きましょう。なんかでもちょっと空気が変わるね。あと人少な、なんか俺らやっぱ御堂筋線でそうだったからさ。確かに御堂筋線めちゃめちゃ人おるからね。じゃあまあここで準備しましょうか。はい、I'm Yuta Takenaga from Japan. I'm a vocalist from Japanese rock band. I will sing a song, cover song, Bruno Mars, Talking to the Moon. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back. I want you back. But never think I'm crazy. Every time the world is sad.Talking to the moon, trying to get to you. It hurts you on the other side. Talking to me too long.
Next song, my band's song. All Japanese lyrics. Yeah, I'm sorry. My band's song, Nobel Bright, Walking With You. Never!
ットマン。I should finish there. I gotta go upstairs. OK、終わりましょう。はい。はい、ということで、まあ、無事地下鉄のホームでの路上ライブを終えたということでお疲れ様でした。お疲れ様です。何曲かしかやらなかったですけれども、思ったより人が立ち止まってくれて、よかったね。かつ思ったよりめっちゃ優しかったし、うん、めっちゃ平和やったっす。こういろんな、まあ、ガイドブックだったりネットの情報だったりっていうのももちろん正しいこともたくさんあるんですけど、こういう場所やからイコール悪い人しかおらんとか変な人しかおらんみたいな固定概念って意外となんか全然違うなって思いましたね、うん、本当に優しい人で溢れてたし、まあ、中にはねちょっともう大丈夫かなみたいな人もいましたけどロサンゼルスの地下鉄はあまり乗るなって言われてるほどそんな大したことなかったなっていう感じでした、うん、確かに。なのですごい今僕はなんかハートフルなこう心がすごい温かい気持ちになったんで、流行ってすごい良かったなと思いました、はい、嬉しかったのが自分の曲、その日本語の曲でウォーキングイズやった時に弾き語りで普段あんまやらんからさ、全然ちょっといろいろ見せたりもしたんやけど、なんかめちゃめちゃ反応良くて、それはめっちゃねなんか自信になりましたね。言語ってあんま関係ないやなって音楽にはと思いましたね。だからこれからもちょっとしっかりあの自分の音楽をね頑張っていけたらなと思いました。どうでした？ほんまにいい意味で予想外に人も集まったし、はい、なんかチップもめちゃくちゃたくさんの人くれて、それすごいなとは思う。確かに。もっともっとちょっといろんなところで今後も頑張っていけたらなと思います、はい、でまあねちょっとあの喋ることがもう俺英語力がかさすぎて全然出てこないんで、ちょっと次明日ね実はサンタモニカであの路上ライブラストやるんで、その時にはちょっとあの喋ることいろいろ考えていきたいなと思いますよ。シュンくんよろしくお願いします。お願いします。シュンくん頑張ります。はい、ということで、まあ、今日はこの辺で終わろうかなと思います。この動画がええやん、いや雄大地下鉄グーっていう方はですね、ぜひねグッドボタンとコメントチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイ。おまけ。あの先ほど、地下鉄のねホームでやった時のチップ数えました。はい、28.63 ドルでした。すごいね。だからラスベガスでやった時5ドルやったやん、うん、成長したよね。成長したね。これでイレナを2人は食べれるね。これね、イエーイ、ありがとうございます。 Thank you so much.